ここから宿二宿に入ります。宿二宿、はい、はい。自然と歴史を感じながらのんびりと歩く潮の道、かつて主要な街道だったことを感じさせる宿場町にやってきました。宿二街道の宿二宿ですから賑やかだった場所ですか。昔は宿二の庄を小谷って言ったそうですから。なるほど。文字通り、ね、小谷村の中心地っていう場所だったと思いますよ、ね、この途端の下は茅ですよね、はいはい、もう屋根がすごいな、石方屋ね、牧歌の往来があって賑やかだったっていうとこですよ。築に番所に到着しました。番所、はい、松本藩のね番所、要は関所があった場所ですよ。うん、まあ税関みたいなもんですね。そうです。かつて築二街道の要所に建てられた番所を復元、敷地内には当時の人々の暮らしぶりが垣間見える資料館も併設されています。おお、びっくりした、ね、いたいましたよ。一段につき京マスでね三条二号の通行税を塩で取ってたっていうんですよ。いや、番所ってやっぱりこう物々しいですね。この御用提灯だとか鉄砲もあるし、ええ、ね、はい、かつては荷が行き交うなくてはならない街道だったことが伺えます。そこから歩くこと10分、828年の創建と伝えられる築二諏訪神社、旅人が無事を祈った場所かもしれませんね。ここまでが築二越コース7キロの中間地点。もう街中に入ってきましたね。新しい建物の脇を昔の道が今もあるわけですね。もう全然さっきのその築二と違いますもんね、眺めが。あ、また石仏ですね。これが西国33番か。西国ですか。味わいがありますね。街道沿いで随所に出会う石仏群を見るのも楽しみの一つ。築二越コースをね、ここまででだいたい5キロぐらい歩いてきたっていう感じですかね、はいはい、この集落が大別当っていうね、だからだいたい個数にしたら7個ぐらいですかね、はい、でここがこのね大別当っていうこの集落の石仏群です。で小谷村のね潮の道にはそれぞれ集落によってこういうね石仏が至る所にあってね、それを見ることもね、ね、なかなかね風情があって、はい、自然を感じ小谷の歴史を感じながらのんびりと歩く潮の道、いよいよ築二越コースの終わりとなります。看板が見えましたね。見えました、小谷郷土館、はい、ついにゴールですね、7キロ完歩です。いや素晴らしい、はい、お疲れ様でした。楽しかった、ありがとうございます。茅葺きのあの建物が、建物が、はい、郷土館です、はいはい、ここがね、あら、恐竜？恐竜の足跡の化石です。はあ、ね、恐竜、ね、いたんだ。2億年前ぐらいらしいですけど、平成6年にね、小谷村のこういうね、つんざわっていうとこでね、日本最古の化石です。はあ、そうですか。かつては村役場として使われていた小谷村郷土館、小谷村の民族や考古学、歴史資料などが展示されています。あ、これは雪国の暮らしですね、うん、これ一本釣りつって
3メーターぐらいに切った木をここに横にこうで山からこんな感じで切った木を運んでくるんですよ春先ね、竹林さんありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。あ、ここが一つの区切りということでまだまだでも続くわけですね当然、はい、これからね40キロうちの30数キロが、ねはい、これから北の小谷村の主要の道になります、はい、これから先はねもっともっとこう楽しみがある、ね、主要の道だと思いますので、はい、ぜひまた、ね、歩いてください。竹林さんと別れ潮の道を北上する前に腹ごしらえ、郷土館の隣の小谷名産館でここならではのグルメがいただけるんだとか。はい、熊カレーです。これが熊肉カレー、はい、見たところ普通のカレーですね。中にあの骨付きの肉が入ってますので。骨付きの肉ですか、はい、なんで熊肉カレーを出すようになったんですか。たまたま自分が漁師っていうか狩猟をやってる関係で、まあ、有害駆除でこうやっぱり命を取ってしまった肉をまあ有効活用しようというようなことで十数年前からまあ熊肉カレーっていうのを始めました。なるほど、はい、初めてです。イノシシ、鹿っていうのがありましたけど、ちょっとルーから食べていいですか。どうぞ、どうぞ。ルーから食べていいですか。どうぞ。うん、おいしいです、おいしいです。これは骨と肉のだしです。だしですか、はい、さあじゃあちょっといただきますよ。これ骨ついてます。手に持って食べた方が。そうですか。うまい。柔らかいですね。柔らかいですね、はい、うまいな。これ言われなきゃわからないな。これこんなに美味しいんですね。もちょっとね僕身構えてました。臭いとかね硬いとかどうしても熊のあの黒い毛のあれあれあれ、はいはいはい、あれイメージするからどんな味するのかなって身構えてました。これは全然問題なくいただきます。いい味ですね。お腹も落ち着いたところで、はい、まだまだ続く潮の道を歩きましょう。木漏れ日が綺麗。ああ風が気持ちいい。